いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、宇和田だよ。本日もよろしくお願いします。本日ご紹介するのは、竹谷製パンより2019年2月1日に発売されたバナナポートティラミス風。こちらご紹介したいと思います。マスカルポーネ入りクリームとコーヒークリーム、バナナをしっとりとスポンジで包みましたという商品。こちらカロリーは293キロカロリー、炭水化物は 36.5g ですね。で、イオンナムガシ、乳成分、卵、小麦、大豆、バナナ含んでおります。竹谷製パンで作ってるので、竹谷製パンの取り扱い商品となります。では開けていきたいと思います。これね、あとキャッチコピー見せるから、すごいよ、キャッチコピーが。さあ、この黒。さあ、そして中。失敗したな。うん、おいしい。うん。この生地がね、また。ですね、うん、若い世代は知らない、爆発的ティラミスブームジェネレーションギャップ、バナナと一緒に味わって。やばいな、ティラミスを知ってるでしょ、おじさんか。だからもう若い人にティラミスなんて言わないよ、もう死後に近いわ、絶対言わない。ただね、これ美味しい。多分これ開発してる時、多分土地の差が多分意見があったと思うよ。若い社員は反対したと思うよ、これ。ちょうど世代の30代から40代がこう押し切ったんじゃないかなと思う。異論です。ぜひね、秋田に来た際はこのバナナボート、ティラミス風、ぜひ食べてみてはいかがでしょうか。味としてはね、そんなティラミスっていう、表面のあれはないんですけど、でもティラミス風のはこのチーズ、マスカルポーネチーズと、マスカルポーネ入りのクリームか、コーヒークリームが入ってますね。マスカルポーネ風の、ティラミス風か、ティラミス風の味わいが楽しめますので、ぜひ食べてみてはいかがでしょうか。この動画が面白いな、ためになるなって方は、ぜひチャンネル登録、評価よろしくお願いします。ワタの関連動画も見てくれればワタ喜びます。では、じゃあね。